ハレルヤ。おはようございます。グッドフライデーの蒼天祈り会。今蒼天じゃない方もいらっしゃるんですけども、ようこそお越しくださいました。こうしてですね、皆さんとグッドフライデーの時間を共にできることを心から感謝しております。このグッドフライデーというのは今お祈りもありましたけども、イエス様が、十字架にかかったことを、覚える日なわけですが、イエス様が死んだ日、つまりその殺された日ですよね。死んだですけども、そこは殺されたわけですから、ね、イエス様は寿命が来て死んだんじゃなくて十字架で殺されたと。で、殺された日がそのグッドフライデーになっている。で、こうもしですね、自分のこう愛する人とか愛する家族がですね、殺された日が金曜日だったら、もう絶対にグッドフライデーじゃないわけですね。でもイエス様が殺された日、十字架で殺され死んだ日、この日は違うんですね。この日だけは特別なんです。で、この日はグッドフライデー、良い日なんですね。昔ですね、私もう30年前ですが、アメリカのアトランタにいた時にですね、レストランで、TGIF っていうレストランがあったんですよ。ひょっとするとこっちにもあるのかなと思うんですけども、結構いろんなところにあるんですが、TGIF。Thanks God It's Friday っていうレストランでですね、要はそのクリスチャンじゃない人に とってもですね、TGIF と、Thanks God It's Friday、 まあ Thanks God だって言わないで Thanks Goodness っていうのかもしれないですけども、クリスチャンじゃない人は、金曜日だから喜ぼうって言うんですね。でもその金曜日だから喜ぼうっていうのは、もう次土曜日日曜日、休みだから、だからもう金曜日になってから喜ぼうと、だいたい当時ですね、私アトランタにいた時に仕事ももうみんなだいたい金曜日は3時ぐらいになるともう終わっちゃってですね、でもだいたいみんなこう バーに飲み行ったりとかですね、そういうことしてたんですけども、もう金曜日ものすごく喜ぶんですね。でもそれは本当のグッドフライデーの喜び方ではない。じゃあグッドフライデーの本当の喜び方っていうのを皆さんと聖書から見ていきたいと思います。今日の箇所ですけども、ヨハネの福音書、ヨハネの福音書の19章、ヨハネの福音書の19章の28節から30節、ヨハネの福音書の19章の28節から30節をお読みします。この後イエスはすべてのことが完了したのを知って、聖書が成就するために私は乾くと言われた。そこには水ぶどう酒のいっぱい入った入れ物が置いてあった。そこで彼らは水ブドウ酒を含んだ海綿をヒソップの枝につけて、それをイエスの口元に差し出した。イエスは水ブドウ酒を受けられると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。ここから、グッドフライデーの本当の意味というタイトルで皆さんと見ていきたいと思うんですが、イエス様が十字架にこうかけられている、そのかかった時にですね、7つの言葉を言われているんですね。イエス様の十字架の上の7つの言葉って、よくいろんな人がメッセージでもすることなんですけども、7つの言葉を言われているんですね。一番最初には、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分ではわからないのですと言われた。これはルカの23章になりますけども。そして、一番最後の言葉、一
一番最後の言葉が、父よ、我が霊を御手に委ねます。父よ、我が霊を御手に委ねます。これもルカの23章にあるんですが、それが最後の言葉だと言われているんですね。で、今読みました、このヨハネの19章の、28節でもイエス様はこう言われている。私は乾く。そして30節で完了したと言われている。まあ、この完了したというのが最後から2番目の言葉だと言われているんですね。この完了したと言われた後で、ルカの23章にある父よ我が霊を御手に委ねますと言われた。で、これが最後の言葉と言われているんですが、で、まあ、このルカのですね、今19章を見ているんですが、ここを見るとイエス様が十字架にかけられている場面で繰り返し繰り返し出てくる言葉があるんですね。24節ご覧ください。そこで彼らは互いに言った。それは裂かないで誰のものになるかくじを引こう。それは彼らは私の着物を分け合い、私の下着のためにくじを引いたという聖書の言葉が成就するためであった。28節。この後イエスはすべてのことが完了したのを知って、聖書が成就するために私は乾くと言われた。36節。このことが起こったのは、彼の骨は一つも砕かれないという聖書の言葉が成就するためであった。このようにですね、このヨハネの19章を見ていきますと、繰り返し繰り返しここに聖書が成就するためであった、イエス様が十字架にかけられている、殺されている、この出来事はですね、聖書が成就するため、つまり、まあ、ここではまだ新約聖書書かれてないわけですから、旧約聖書、この旧約聖書の言葉が成就するためであったということがですね、繰り返し繰り返し書かれているんですね。そしてイエス様が完了したと、そう言われた。完了した。つまりここにもその旧約聖書で予言されてきた、約束されてきた、それが成し遂げられた、完了したんだ。人間の救いの成就、完成、完了、まあ、そういうイエス様の言葉の意味なわけですね。こう完了した、完了したっていうのは、すべてを成し遂げた、すべてを完成した、すごい言葉だなと思うんですね。完了した、すべてを成し遂げた。で、これはですね、イエス様の、勝利の言葉だと思うんですね。勝利の言葉、すべてを成し遂げた、完了したという勝利の言葉。もしイエス様が死ぬ直前に、もうダメだとかですね、そう言ったらですね、もうおしまいだとか言ったら、それはもう絶望であり、諦めであり、まあ、敗北の言葉、敗北宣言になってしまうわけですが、イエス様は完了したと、すべてを成し遂げた、勝利の宣言をされました。イエス様は、イエス様を信じる私たちを救うためにもう必要なことを全部やってくださった、するべきことを全部成し遂げた、そう言ってくださったんですね。イエス様が全部成し遂げてくださった。だから私たちはイエス様を自分の救い主と信じる、それだけでいい。私たちが何かいいことをして、何か努力をした結果救われるんではなくて、イエス様がそれを完了した、
全部やってくださった、成し遂げてくださった、だからイエス様の十字架、この日は、グッドフライデーになります。先週の土曜日ですね、バルナバ会の聖書リーディングを今、月に1回、してるんですけども、その時にこのヨハネの福音書の18章と19章、皆さんで、読み、そしてですね、そこから教えられたことを分かち合ってたんですね。で、そこに参加されてたある方がですね、この19章の30節のイエス様の完了したっていう言葉からですね、自分もこの地上での人生を終わるときに、こう完了したって言えたら本当に素晴らしいと思いますっていうふうに言われてですね、あ、本当にそうだなってこう私も思ったんですけども、その時こう私も考えたんですが、私たちみんなそれぞれの人生の中で今何かこうやらなきゃいけないこと、やるべきこと、あるいはまだこうやり残していることっていうのがあると思うんですね。で、私で言えばですね、去年の11月母が天に召されて、ですね、でまだその お墓がですね、母の名前になってるですから、それをですね、もう死んだ人の名義になっていってんの、いけないので、その私の名義に変えなきゃいけないんですけども、でもそのためには日本に行っていろんな手続きをして、また役所からですね、いろんな書類を揃えてですね、名義を変えて、で今度そのもう私もそこの墓に入ることはないので、その墓を全部ですね、まあ、墓じまいというんですが、全部墓をこう真っ平らにしてですね、でそれをこう、返さなければない、墓所返還っていうのをしなきゃいけないんですね。ですからそれをまだちょっと、やり終えてる、まあちょっとこういう状況なんで、いつできるかわからないんですけども、まあそんなこと思うんですね。まあそれ以外にも例えば仕事にしてもですね、まあ私がこう引退するとかですね、そういう時には、次の方にそれをこう受け継いでもらうとかですね、いろいろこう考えてみますと、自分の中、人生の中でまだ、やらなきゃいけないなっていうことがいくつかあります。で、やらなければいけないことっていうのは考えてみるとですね、その使命だと思うんですね。で、それは神様から与えられている使命、私たち一人一人に神様から与えられている使命っていうのがあるんですね。いや、私は何の使命もありませんっていう人はですね、いないんですね。なぜかと言いますと、その使命というのは漢字で書きますと、命を使うって書く。命を使うことが使命ですから。ですから、今私たちがどこにいても何をしていても、どういう状態であっても、生きている。生きているということは神様から命を与えられているわけですし、その命を何のために使うのか、それが使命になってくるわけですね。私たち一人一人、今日も命が与えられて、神様から何らかの使命が与えられているんだ。今日ですね、このグッドフライデー、イエス様が全ての私たちの救いにとって全ての必要なことをもう完了してくださった、成し遂げてくださった、そのイエス様の救いを、覚えたい、そのイエス様の救いに感謝したい、ここに本当のグッドフライデーの意味があるということを覚えたい、そして、今私たちがこの地上に生かされている、イエス様を信じ救われた者として生かされている、そこに私たち一人一人のクリスチャンとして生きていく、使命があるんだ、その使命を主によって導かれて、成していきたい、
そして私たち一人一人もですね、やがて天に召されるとき、ね、完了した、そう言える人生でありたい、そういうふうに思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの御名を心から褒め称えます。今日のこのグッドフライデーの一日、主イエス・キリストが十字架にかかられたことを覚える時を私たちが持つことができることを心から感謝します。そのことが、聖書が成就するためであったと繰り返し繰り返し記されていること、聖書の予言通りに皆様はこの地上に生まれ、また主を信じる私たち一人一人の日々の身代わりに十字架にかかってくださり、そして皆様が完了したと言われたように、この救いを成し遂げてくださったことを覚えて心から感謝いたします。私たちは何かいいことをして、何か努力をした結果、そういうのではなく、イエス様が全てを成し遂げてくださった。イエス様が必要なことを全部してくださった。ここにイエス様の十字架があるという、私たちの罪が、罪の許しがある、その身代わりの十字架があるということを覚えることができて、心から感謝します。私たちがここに、このグッドフライデーの意味を覚えることができるように、世の中の人々は今日から4連休ということで、いったロングウィーケンド、またそのグッドフライデーというふうにしているかもしれませんけども、どうか私たちがイエス様を信じる、そしてイエス様が全てのことを完了してくださった、このグッドフライデーを覚えることができるように響いてください。また今日の日も私たちはあなたによって生かされて、あなたから命を与えられて、この私たちが与えられている命を主の働きのために使う、そして私たちが残されたこの地上での生涯を主と共に、主から与えられた人生として、この一人一人の人生を全うすることができるように導いてください。このフライデーの御殿に一人の方々、また別に参加してくれている若い方々のがありますように、神の家族一人一人それぞれの場にあって、主が共にあって、特に今この今のこの中にあって、私たちが主に希望を持って歩むことができるように助けしてください。主の名前によってお祈りいたします。アメン。